最初僕新卒2年目の時にですね、はいはい、まあ、春、はい、首にポコッとなんかしこりができてきたんですよね、はい、それ以外のちょっとところに首のところとお腹の、あの胸のところとお腹のところに転移してたと。で先生5年生存率どれぐらいですかと聞いた時に五分五分ですということを言われて、でまあもちろんショックは受けますけれども、はい、こんだけ転移してて五分五分だったらまだなんとかなるんじゃないかということを思って闘病に入ったっていうのがその当時の心境ですね。僕の場合は一番最初の話だった世界一周の時 の、 あの出来事が結構強烈にありまして、僕あのインドに行った時に騙されてパキスタンとの国境 の、 あのシュリナガルっていうあの紛争地帯に行かされて軟禁され銃を突きつけられっていうことがあのいう経験が強烈にあって、そこからまあ脱出してきたっていうのがあって、まあその時にあ人って何が起こるかわからないなってなんか大学生ながらに思ったことがあるんですよね。あの時に比べればまだ今その治療法はあの抗がん剤などあるし道が見えてるから、だから あの時生き延びれたんだが今回も五分五分だったらなんか生き延びれるかもしれないっていうバックグラウンドがありましたね。もともとなんか、うん、っていうよりはその経験がかなり大きかったと思います。もうちょっと生きれるとしたら何したかったかなと思った時に3つ思い浮かんで、1つが親孝行しておけばよかったなと、なんか小中高大、まあ、あの60になって出させてもらって、はい、あの社会人になって何かあのこれから親孝行するべきタイミングだったら何もできなかったなっていう後悔と、もう1つが恩返しですね。やっぱ会社にも1年半、ま、最終的に待ってもらったりだとか、いろんな友達も大阪から駆けつけてくれたりだとか、あその友人たち会社に何もできなかったなっていう恩返ししたかったこと、はい、で最後の3つ目が、まあ、ちょっと大層な言い方かもしれないですけど社会貢献したかったなってことだったんです。僕自身もあの結構生放送っていう、はい、生配信を結構あの大切にしてるんですね、はい、っていうのも場所は違えど、はい、今同じ時間を共有する、はい、やっぱりそういったあのやっぱ患者にとってはその今っていう時間がすごく大切なので、それを一緒に共有して頑張っていこうぜっていうメッセージを発せれたらなっていうことを思ってます。やっぱそういうセンシティブな情報っていうのはみんな欲しいけれども、やっぱりどこにも載ってないっていうので、じゃあそれをあのどうしたらいいかなと思ったら、やっぱ経験者に聞いて、でそれを自分のだけのものにするんじゃなくて、それをウェブであの幅広い人に見てもらったら、あのそれがあのその経験談が何かあのいいあの見通しになるんじゃないかと、はい、でプラスそこにちょっと笑いを入れてですね、はい、闘病中横になって寝てスマホだけ見ている人たちにちょっと前向きな情報だったりとか、はい、ちょっとそれで辛いこともあるけどちょっとクスッと笑ってもらえるようなことがあれば、はい、少しでもちょっと貢献できているのかなっていうので、はい、今あの活動今ガンノートという活動にもつながっているって感じですね、はい、本当に、はい、だから僕ガンをオープンにするっていうことを本当に、うん、がん患者が笑って輝ける社会を作っていきたいんで、うん、そのためにはがんを隠さなくてもいい世の中にしたい、うん、オープンにしたいと思ってるんで、はい、頼ることも愛することっていう言葉がありまして、この10代20代とか30代あの頼りたいけどなんかストッパーがある自分がいるけど、それを頼る、それが一種の愛情表現だと思ったら一歩踏み込んであの頼れるなと思うんで、そのだから気軽にみんなを頼っていいんだよっていうことを伝えたいですね。